はい、始まりました。気になるマネーセンス。日々のちょっと気になるニュースや話題、疑問について投資家目線でお話していく動画です。ナビゲーターの小林です。はい、マネーセンスカレッジの浅田修司です。はい、今日のテーマは、はい、ウェルスナビのデタックスは違法になる可能性あり、ということでお話ししていきたいと思います。はい、はい、ウェルスナビのデタックスっていうね、自動的に税金を繰り延べする機能、うん、そうですね、これはテオとかにもね入ってるんですけども、うん、はい、オプティマイザーっていう名前かなで入ってるんですけど、一言で言うとクロス取引って呼ばれるものなんですけどもね、うん、他の証券でまあ利益が出ている等があって、まあ、例えばリバランスとかですね、他の商品とかでですね、うん、まあ、利益が出ていると、うん、でまあ、通年で考えられるので、日本のね税制がですね、はい、まあ、いわゆる1月1日個人の場合は1月1日から12月31日までというところで、うん、まあ、利益が出ていれば当然これは税金を納めなきゃいけない、うんうん、ですけども、特定口座の場合ですね、個人の場合は母家なので自家計算ではない、だからまあ取引が行われない限り損失もしくは利益っていうのは確定してないっていうふうに見なされて、うん、税金の納める義務もないんですけども、うん、そこでまあ例えば20万円も得している状態、うん、今年ね、うん、で今20万円損していると、うんうん、いった場合は他の商品を売って、うん、で同じ値段で買い戻すと、でそうすると20万20万が相殺されて、うん、これ損益通算っていうのが行われて、うん、税金はゼロになる。頭いいですね。でまあこれは特定口座の中の、うん、あの源泉徴収を行われているところでも還付措置が行われるというような形になりますね。これを使ってウェルスナビ上で、まあ、そういうような資産がある場合は自動的に売買をして租税を繰り延べますよというようなシステム。はい、うん、ですね、うん、はい、クロス売買っていうのは正直いろいろ問題点をはらんでいて、うん、一応この法人税で言えばもう完全に禁止されています、うん、あ、そうなんですね、細かいお話はちょっと置いときますけども、うん、まあ、何がクロス取引になって何がクロス取引にならないのかっていうのは金融商品会計基準っていうのが決まっているの で、はい、でそこはちょっと踏み込むと難しい話になっちゃうから、うんうん、あのやめておきますが、はい、基本的にクロス取引っていうのは禁止されている、はい、でなんで禁止されているのかっていうことですけど、うん、まず一つは架空の取引に見えるんですね、うんうん、まあ、まあ一番の問題点は架空の取引です。見えますね。いわゆるその同じ数量の売買が行われているような形になるので、うん、まあ、それがまあ例えばすごく盛大に盛り上がっているように見えるわけですよね。あ、なるほど、うん、なので出来高ができているので、これなんか儲かどうなんだろうっていうようなことで、うんうん、市場参加者に対して欺罔行為って言いますかね、あのなんかこう騙すような形ですね、うんうん、でこれはまああの金融商品取引法にも規定があって159条に、うん、規定がありまして禁止されている。売買移転を目的としない仮想の有価証券の取引と、うん、でただまあこれには条件があって、うん、先ほど言ったように出来高を上げてですね盛り上がってるみたいな、あ、まあ、そういうようなことを他人に誤解させるような目的でっていうところが入ってるんですね。なるほど、その前提条件のもとに禁止すると。そうで多分ウェルスナビとしてはそういう目的ではないっていうのはもう分かっているので、ないですね、はい、この部分ではこれには当たらないのかなっていうふうには思います、うん、個人のクロス取引においては、うん、あの基本的に、まあ、通達として出てるのが、うん、平成12年の通達が出てるだけで、まあ、まあ古い、他はちょっと僕が調べた範囲ではなかったんですね。で平成12年っていうのは特定口座ができる前なんですね、うん、源泉分離課税の時で申告分離課税と共存してるような状態だった時なんですよね。でその時の通達なんで今の証券取引の環境とはちょっと違う、通達の目的も、まあ、よくよく見てみると、まあ、ちょっとも違う。ちなみに通達では個人目的も禁止、個人目的は基本的に大丈夫、あ、個人は大丈夫なんですね、はい、っていう通達が平成12年に出ています、うんうん、まあ、これ何が問題かって、まあ、結局租税回避行為ですよね、まあ、そうですよね、税金を減らそうっていう行為ですから、うん、ただ違う銘柄なんで基本的には特に問題はないのかなっていうのはありますね。あ、なるほどね、これ日本では一応認められているっていうか、うん、今現状それを禁止する法令がないっていうのが正しいのかなっていうふうに思うんですけど、当然日本でこういうそのロボットアドバイザーみたいなやつで、まあ一人勘定的な取引をするっていうのは海外でも当然あって、アメリカでもね開発されてやっているんですけども、それが SEC っていうね、あのアメリカの証券取引委員会っていうところから2018年か2018年の12月21日制裁を食らったんですね。あ、この租税回避行為だと。そうですね。あ、
あっちのじゃ税制ではバッチリ引っかかるってことですかね。そうですね、まあ、あの内容によってはちょっと変わってるところはあるんですけども、うん、まあ、実際に同じようなプログラムなんですよ。で、その租税を回避するための目的で複雑を抱えた株式を適宜売却してその利益を圧縮するっていう、それを自動的に行うっていうプログラムなんですけども、うん、2012年ですかね、アメリカの方ではあの開発されていて、うん、でそれでまあ節税効果を生み出して、うん、繰延効果がありますよということで、まあ宣伝もされていたと。ただまあ実際にはこの場合だと、まあ売却損を計上した銘柄と同一の銘柄を30日以内に買い付けるというようなもので説明されていたって形ですね。結構そこは時間差があるんですね。そうですね、まあ、日本の場合は5営業日以内とかそういうのもあるんですけども、うん、アメリカの税法上ですね、30日以内の売買、同じ銘柄の売買っていうのは、うん、損益通算が認められないっていう法律があります。なので基本的に租税回避行為なので、まあ、そこを認めないっていうところをやってるんですね、まあ、結局売る目的じゃないじゃないですか、うんうん、まあ、まっすぐ買い戻しますからね、うん、今の損失によってっていうことですね、うん、でそれってまあ価格変動商品である以上、まあ、損失が起きると買ってすぐに損失になるっていうことが結構あるわけですよ。そうですね。でそれを売買繰り返していくと損失が出ているよっていうふうに見受けられるわけですね。ああ、まあ確かに。だから、うん、その利益を圧縮できるっていう、確かに確かに、うん、っていうものがあって、まあ、うまく使えば、まあ、本当に利益全部消えちゃうっていうような状況も作れるわけですね、うん、でこれ、まあ、言うたら AI とかロボットのアルゴリズム使えば、うん、まあ、基本的にはまあ可能なのかなっていうのはあります、うん、あんまりそんなにやんちゃなことはやってないのでウイルスナビ自体は、うん、自分自身が今あの買っている上場投資信託の売買で利益が発生している場合、まあ、損失があるそういう商品があれば定期売却をして、うん、でまた同一日の同一値段で同一数量買い付けるで、うん、売って買うっていうそういうことをやるというふうに書かれていますね。日本の今の税制上は一応禁止される違法性っていうのはもうこれは解釈の問題なんでちょっと分かんないんですけど、少なくともやっぱりいい取引ではないですね。うーん、あー、そうなんですね、うん、頭いいなと思いましたけどね、見た時に。まあそうですね、今、うん、まあ、これがもし許されるのであれば高い節税効果にはなると思います。 で実際まあ個人の取引においてですね、うん、まあそのまあ、いわゆる損出しって呼ばれるものとか、うん、益出しって呼ばれるものがあって、うん、まあ、例えば今損失が確定しているものがあれば、うん、今利益になっているものがあるので、じゃあその利益と相殺させてでもう一回買うと、あ、でそうするとそれで税金はなくなりますよね。確かに今儲かってる分までは税金がなくなるので、そうですね、うん、ただまあ日本はね3年間の繰り越し控除もありますので、うん、まあ、そういうようなものとあんまり変わんないじゃないかっていう話もあるわけです。確かに、うん、それが良くてなんでこっちはダメなんだと。そう、うんうん、だからまあ結構グレーな感じに見えますね。そういう目的ではないので、まあ、特に問題にならないかもしれないですけど、うん、アメリカの方では、まあ、一応12年にサービス開始して18年で摘発なので6年間のタイムラグがあるそうですね、いうことですね、まあまあ法律上その30日以内のやつがまあ完全に禁止されてるウォッシュセールって言いますけど、まあ、基本的に戦場ですね、うん、あ、ウォッシュセール、はい、そういうのは取引が禁止されていたので明文化的に禁止されているからそこが引っかかったということになりますね、うん、ただまあ日本の方法令上もやっぱりそれは多分そういう流れになっていくんじゃないかなというふうに思います、うん、金融商品取引に関して、まあ、やっぱり法令が追いついてないっていうところも確かにある、うん、それはあるでしょうね。今後はどうなるのかっていうところもありますけどね、うん、まあそういうような法令ができれば、うん、まあ粛々とやめるだけだと思うんですけど、まあそうでしょうね、まあそれがなかったとしてもなんですかね、アセットアロケーションで自動的に売買積み立てしてくれて、うん、で、リバランスも自動的にやってくれて、うんうん、でまあそういうようなサービスを受けたい、余分なお金を払ってでも受けたいっていうところはあるとは思う、ね、ニーズとしてはあるとは思うので、うん、まあ、特にそれはそういうふうにされるのかなというふうには思いますけど、あ、まあ、世界的な流れとしてはやっぱりそのなんていうんですかね、益出しとか損出しっていうのはあんまりよろしい行為ではないっていうふうな形で見られていますね。まあまあなんかそんな流れは分かりますけどね、報酬セール反対ってことですよね。まあそうですね、結局為政者からすると税金欲しいじゃないですか、うん、そうですね、それをこう閉じていくっていうのはなんかもう当たり前に見えますけどね。まあ当たり前っていうか、まあ、それもいいとは思わないですけどね。いいとは思わないですよ、うん、いいとは思わないですけど、為政者のその思いとしてはしてきそうだなっていう感じですね、うん、まあ、そうね、 ICT とかそのフィンテックとかっていうのがまあこうね、どんどん進化すれば、うんうん、まあ、個人であっても僕じゃなくて自家とか、あ、まあ、そういうようなこともあり得るとは思います。あ、なるほど、はい、でまあ保有目的であればもう自家だったら逃げられないので。そうですね、はい、うん、だからまあその意味では過渡期なのかなというふうにも思ったりもするんですけど、
あんまり宣伝するでもやっぱ機能だから宣伝はしなきゃいけないですよね。実際にそれが顧客に黙ってやられたらそれこそ違法なので。ああそうかそうか。いや結構ウェルスナビでデタックスっていうのが目についたんで、そもそもなんだろうって調べたらそういう仕組みだったんで、まあ、多分まあ関係各所ちゃんと説明して違法ではないことは確認の上でやっているとは思うんですけど、うん、いやもう当然そこはね、アメリカでは制裁金の対象になっているので、うん、ちょっと今後ね、まあ、日本の法令上どうなるのかっていうと多分閉じられる傾向になるんだろうなとも思うし、うん、まあ、そうなった時に、まあ、この機能なくなっちゃうかもしれないねっていう、うんうん、まあ、そうですね、まあ、明確に今違反してるわけじゃないから、まあ、日本の法令上僕自身が調べた感じでは、うん、一応明文としてのものはなかった、うん、ただ、まあ、租税回避行為っていうふうに思われればもう完全に否定してくるので。そういうことな、はい、うん、確かに。でそうするとそういうことを誘発していた誘導していたっていうことで、まあ、法人としてのそのウイルスナビみたいなところがなんか処分を受けるっていうことはあるかもしれない、うんうん、ただまあ多分まあそんなにバカじゃないので、うん、僕らも問い合わせするぐらいですから。そうですね、うん、多分問い合わせしてちゃんと大丈夫だとは思うんですけどね、うん、ただまあちょっと見た時にうんって思いますので、うん、こういうのは結構優待目的のクロス取引とか、うん、まあ、そういうようなところでね、あのいろいろあったりしますので、うん、まあ、問題点もはらんでるので。あ、ちょっとデリケートなところってことですね。そうですね、うん、デリケートですね、かなりね、はい、うんうん、まあでもね、例えば、まあ、明文的に禁止されたとしたとしても、まあ、その時にまたやめればいいだけとも言えますから。まあ、そうですね、まあ、うん、あの企業のサービスとしては今現状法令上問題はなくて、うん、まあ、顧客の利益になるということであれば、うん、まあ、それはやったらいいと思うんで、そうですね、はい、うん、僕自身もそれは賛成です、うん、ただちょっと違法性の可能性がなくはないところで結構グレーなところだから、うん、ちょっと心配な感じ、ね、今後要チェックかなという感じですね。そうですね、はい、うん、まあ、一応こういうような考え方もありますよっていうことで、うん、別にディスってないですからねあ、そこはちゃんと言っとかないとね、ええ、そういうサービスが、うん、あの必要な方はいらっしゃるのもよく分かっていますし、うん、まあ、それはそれでいいんじゃないの、手数料自体がちょっと高いけどもそれでやりたいと、うん、手間を省きたいと、でそのロボットのその運用自体に賛同しているということであれば、うん、まあ、特に僕は問題はないと思うので、うん、はいはい、そこは一つ、はい、あの力強く宣言してご理解してください、はい、まあ、ただ世界的な流れとしては逆なんだろうなと思うし、うん、まあ、日本の法令上も変わっていく可能性があるし、もっと言うと税務当局の方でこれ否認される可能性もなくはないなという形ですね、うんうんうん、はい、まあ、注意喚起というような感じですかね。そうですね、まあ、こういうような考え方もありますよということで、うん、まあ、ちょっと一つ、まあ、頭の中に置いといていただければなというふうに思います。はい、はい、以上ですかね。はい、はい、では何か参考にしていただければと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。動画をご覧いただきありがとうございます。これからもお金に関する役立つ情報をお届けしてまいりますので、もしよろしければチャンネル登録をお願いいたします。またマネーセンスカレッジでは無料で受けられる講座を多数用意しています。気になるタイトルがあればぜひクリックしてみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。